親子だから我ら生まれた時のこと我ら小さい時のこと我は覚えていないですね。お父さんとお母さんが話してくれるようね。もしもね、もしもののの時だけど、トリが年を取った時、いろいろ忘れちゃったらさ、今度は僕が話してあげる。あれるのが大変になったらさ、今度は僕が支えてあげる。ずっとずっと話そうよ、ずっとずっと笑っていよう、ずっとずっと一緒だよ、ね、お父さん、ね、お母さん。2年生くらいまではここずっと2人で行ってたんですけど、もう高等部になってから本当に駐車場から向こうに行くのを嫌がるというか、もうここから来ないでって、その門からはもう来ないでいいって、後ろから見ててくれるだけでいいからって、いつもこう守ってあげなきゃとか思ってたんですけど、いやそんなしなくてもこうやって自立できるんだったらこういう時に話さないとかなって思えた。なんか嬉しいような、寂しいというよりなんか意外と嬉しく思って前に進もうみたいな、うん、感じでしたね。これはヒロムが詩を作って書いたものをパネルに入れたりしてるんですけども、ここには30枚ちょっとくらいあると思うんですけど、ただ全部合わせるともう100何十枚。はい、ダウン症が分かったのは生まれて2日目か、うん、ね、うん、いやもうほんと真っ白になっちゃって、本当に連れて帰っていいのかなって、この、うん、うちの人たちはどう思うんだろうかっていうのを、連れて帰ったらちょっともうこの家から出ないといけないかなみたいな、うん、一人で育てるのかなとか、そう、私一人でいたところにお見舞いに来てくれて、二人でこうやってやってくれて、もう本当にニコニコしながら入ってきてくれて、お母さんがこうやってしっかりギュッとしてくれて、うん、そう、もう堂々と胸を張って連れて帰っておいでって言ってくれた。もう本当に忘れない、あれで私はもう、あ、しっかり育ててこうって、ここに来れば、うん、なんとかなるかなって、これもよく読んでたな。
一番最初の主治医の先生に生まれた時の言葉のシャワーを浴びさせてくださいって、コップの水がこう溢れるように必ず溢れて出てくる時があるって言われて、それを信じてもう暇があればもう図書館行ってました。保育園から帰ってきたら図書館に連れて、本当にひたすら絵本も読ませてこう見せながら、うん、やってるうちに今度自分でこう開いて真似して読むように、読めてはないんですけど声を出すようになったんですよね。おー、いいじゃん、勢いあるじゃん。ショー入る入った思うように書いてよ。よし、うん、その時にドラえもんって書いたんだよね、そういえば、うん、半紙、あの普通の半紙の大きさにドラえもんって書いたら入りきれなくて、もうちょっと短い言葉みたいなことを言ってたらちょっとペラ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 っていろいろ言い出して、早く早くだったのかな、なんか私が早く早くっつって早くしてよって言ってたら、なんか早く早くって言わないで自分のペースでやるからねとか言って、それ書いちゃうかみたいな感じで、時から卒業まで届けてくれて ありがとうございました。大きくなってくれてありがとうございます。ありがとね。いいよ、うん、別に お父さんは、毎晩お話を聞いてくれてありがとう。世話を送ってくれてありがとう。はい、またこれからもよろしくね。よろしく。親子だから、僕ら生まれた時のこと、僕ら小さい時のこと、僕は覚えてないですね。お父さんとお母さんが話してくれるようね。もしもね、もしもののことだけど、一人が年を取った時、いろいろ忘れちゃったらさ、今度は僕ら話してあげる。あれるのが大変になったらさ、今度は僕ら支えてあげる。ずっとずっと話そうよ、ずっとずっと笑っていよう、ずっとずっと一緒だよ、ね、お父さん、ね、お母さん。はい、はい、お父さんとかお母さんに頑張ってね、あんまり無理しないで徐々に頑張っていこう。ブー無理しないでね。うん。うん。